はい、事務店乗るよね。2日連続で、2日で1日だったからね、正月3日前か2回来たんですけどね、どうしても所用がありましてまた来たんですけどね。ずっとこれ、ね、笹か先がねいっぱいあったけど、だいぶね中が見えるようになりました。何にも見えなかったけどね。今日ここから神宮、橿原神宮行けるかね、行ってみようか。どうなんだろうな、行けるのかなこれ。まあ真っ暗やね、まだ4時っていうのに。ここまで来たんですよ、1日に正月ね。でどうも気になってこの後ね、どこに行くのか。おそらく橿原神宮行けると思うんだけどな。まあ初めてですからね、歩いてみましょう。この森は大正の時代にね造成されまして、現在100年ぐらい経ってるけど、だいぶ規模大きくなってますわね。左手が宇根宮でございます。違うね、宇根宮どこだろう。いや、そうかもしれんな、宇根宮。まあ、え、左手が宇根宮だったら全然違うとこ行っちゃうね。これこれはどこ行くんだろうね。あら、やっぱりそこでございました。宇根宮ですわ。ということは反対ですわ、裏川ですわ。まあ裏川やけど入ってもらったもしゃあないな。歩いてみましょう。ほんまや、ちょうどぐらいですわ。ぐらいやったら倍ぐらい歩かないからね。ちょうど直線距離でまあ400〜500m とこか、1キロぐらいになるかもしれんな。これ10分ぐらいかかるか。ほんで行けなかったりして、これはやっぱ全然違うよ、これ道、これ全然、あ、宇根宮ですから全然違うかもしれないね。これ反対側です、全く。どこに出るんでしょうかね。で裏に出るということは天皇陵があるのあんねんけど、裏にもね。せっかくやからそちらの方に出てくれたらいいのにな。そういうふうには世の中うまくいかんやろうね。あー寒っ、風が強いわ。 だんだん遠ざかったんだけど、宇根宮から。ほら全然違うと出てきましたね。これ神武天皇陵やったらもっと広いんだけど、違う、こんな広くないやろね。あら全然わからん、ここはどこや。もう正面2度なんか、正面2度は見えんだけどね。はあ、ここね、これイメージ的に分かりますわ。これこっちから来るとね、この辺つけたって右曲がったらね行けるから、相当離れてますね。これ行けるかな。これ八百倉みたいなところちょっと入りましたけど、これは人歩いてるとこ行けんねやろな。行けんのかね、これなんか不安やね。だって宇根山が見えるから正面にね、宇根山の方にこれ行けるはずやろ。まあ歩いたとこあるからね。おお、引っかかってる。ほんで行き止まりやったらバックしないかんね、がっかりやね。どうなんだろうこれ、行き止まり。なんかみんなこう歩いてるみたいな感じやけどね。
歩いてんだけどね、行けんのかなこれ。うねりは見えへんか、そこ見えが。だから歩いた跡あるから、これバックサイドだ。もう疲れが一気に出るんやて。行けるかね。この辺はもう歩いてないね。歩いてないわ。ここで終わりか。残念か。ここほとんど歩いた跡がないんだけど。あれ、どっち、こっち。なんか行った跡あんだけどね。人が歩いた跡あるからこっちの方やろ。いや、やぶくらやね、これ。やぶだ。あれ、道見えた、道見当たらない。残念、行かねんか。真っ暗でございます。ここはおそらく船見場だと思うんやけど、道に出れないのかね、これ。ここは、ここ見ちゃうの。ちゃうか。原生林の中に入ったみたいで、見るや。いや。残念、道が見当たらず。ここ分からへんの。分からへんな。道が見当たらん。道が見当たりまへん。行き止まりですか。開けまへんか。なんかこの歩いてるの雰囲気やけど。どっか上がられへんのかね、ここから。行き止まり。どこに出れるのかね、これ。下は、まあ、なんかそこ墓地みたいやけど、残念やね。残念でございました。ここまで来て全然違うとこ出てしまいましたね、これ。ほら、墓地や。迷子になりました、迷子に。すみません、失礼します。失礼します。通らせてくださいね。失礼します。失礼します。通ります。墓地の中はね、ちょっとね。あら、どこにいるんだろうな。さっぱりわからないわ。うねびはもう見えないよ。スマホあったな、スマホ。スマホで、スマホで位置をちょっと見よう。どこだ。
位置情報。ただいまの位置はどこでございますか。現在地を、現在地を今どこや。マップログインさえいかんのかいね。なんかええ方ないかね。ログインはできない。ということは、雨も降っとるね。マップで見たらええんか。現在地。どこにおるんでしょうかね。柏原神宮検索。地図を表示。うわお。経路。ナビ開始。北に進みます。その先、左方向です。北に進んで左方向、3.3、なんて、9分？これは車になってんちゃうかな、9分やったら、3.2キロやったら。3.2キロ、1時間ぐらいかかるで、これ。どこにおるか分かってないからな、この、この野望を超えてきたんだけど、分からへん、さっぱり。まあ、ここに出て、出て、ここがどこか自分のをちょっと確認しよう。まあ、イメージ的にはこれこう来て、こう行き当たるやろ。GPS 信号が失われました。だからこう来て、これ左行って道あるんじゃないかな。こっち行った方が早いやろ。これまっすぐ行って、これ右行けたかな。この道怪しいな。怪しいけど、これ行こう。あの道は、あれがそうやろ。今入ってきた道やろ。だから車と一緒もあったけど、全然違うとこに出まして。あれは左に曲がったよな。さっきね、こっちから行ったら右やけど。ほんで、車と山の中入ってもうて。これなんか原生林みたいになってるからね。こんな状況ですからね、入れはれ。ささがらけや。いや、わかりましたか、それ。あれ、歩いたら 3.3 キロ離れるんだ、あんなもん。歩いとられんでね、ずっとこれ、あと回っていくんやろうから。これですわ、さっき入ったとこ。帰ってきました。残念でした。ここ入ったんやな。これはいけないんですよ。いけないで、これ看板ここにあったらいいのにね。いやー、大変でした。そしたら退却しましょうか。高電灯じゃなく、こうもう笹がいっぱい生えてね。もともとどんな土地だったんやろね。山とふもとやから、こんな雑木林がいっぱい終わってたんだね。それでもね、職人さん言ってたらね、この前入ってこんでよかったぞ、職場ですね。入ってきたら、同じことでしたわ。現在地に戻る。現在地戻ってないやんか、これ。あと 1.5 キロ。今日は空いてないな。手前はね、閉まってます。
やって出てくれたけどさ、神宮が全然つきませんでした。あれで行けば神宮行けると思ったんやけどね、柏原神宮行けなかった。ああ、電源が切れますね。ああ、残念でございました。この辺杉もね、100年以上経ってるやろから大きくなってますわ。これね、何にもなんか見えなかったのがいいね。こんなだって何年ぐらい前来たかな、今最初に中が見えなかったよ、何にもね。こんな回ってんの、左に。というか、だから音がしないんだな。反対回ると、あそこで 3.3 キロやったから、1で2キロぐらいだ。まあ1キロちょっと、向こうの方が長いな。1.5 キロぐらい。あと8分ですわ。あと8分。